今回は、ラッキー装備召喚やっていきたいと思います。ディシリアとのコラボの別で、まあ、この中で一番欲しいのはやっぱジターンかな。ジターンは僕は持ってるけどね、装備武器はないから。あとこれも欲しい、フリオニールも装備が一個もないから欲しいし、これが出たら嬉しいかな。まあ、これは持ってる、これ欲しいよね。これは欲しい。11は魔法系のね、杖がないし、あとこれも欲しい。ティナも専用がないから。これはまあどっちでも持ってるから。そんな感じかな。結構持ってないのが多いから。行こう。はい。はい。OK。どうだろう。バースト出てくれるかな。この間調子良かったからね。はい。おお。3つ、いい感じ、いい感じ。よし。1個目。ああ、やったー、シャンショット先生。やったやった。ああ、やった、持ってない。ああ、まあ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 。一つダブったけど、二つ持ってないのが出たから全然嬉しい。でも一個はね、シャンショット先生。単体にランダム8回の強力な無属性魔法攻撃、プラス自身の直接ダメージを与える魔法攻撃、燃焼時間ボタン楽しく。まあ、古代魔法がね、あるから、そっちメインで使うから、あんま使わないかもしれないけど、まあでも、全然嬉しい。で、敵全体に5回連続の闇無属性攻撃、プラス攻撃力、一定時間ダウン、しかも効果高い。これは使える。で、まあ、レディアンソードね。はい。いや、かなりいい引きだった気がする。やっぱラッキー装備召喚で運を使い切ってる感だよね。はい。じゃあ、やろうかな。はい。バイバイ。